ハンミュンデンは、ドイツ連邦共和国ニーガーザークセン州南部のゲッティンゲン郡に属す都市で、ヘッセン州と境を接する。ハンミュンデンでベラ川と古田川とが合流してウェザー川となる。三つの川にちなんで、この町はドライフリュッセシュタットとも呼ばれる。この町は放浪の意師で、ハンミュンデンの病院にいる時に亡くなったドクター・アイゼンバルトの墓がある町として、特に有名である。 この街に関して、しばしば引用される、アレクサンダー・フォン・フンボルトの名言、ミュンデンは、世界で最も美しい5つの街の一つという、言葉は、しかしどこにも記述されていない。ベラ側とフルダ川が合流してベーザー側となる。基本条例によれば、この街の名前は、ハン・ムンドンである。これは2006年に、最終的に承認され、連邦統計局でもこの街をその名で記録している。 この町の元来の名前、ムンドンはベーザー川沿いに位置し、同じように水運貿易の中継地であった、同じような響きを持つ町、ミンデンと遥か昔からすでに混同されていた。これを区別するために、ミンデンをプラシシュミンデン、またはミンデンインベストファーレンあるいはミンデン、ベストファーレンとしたのに対して、ハノバーシュムンドン、または ハノバー・イッシュ・ムンドンという表記がなされるようになった。ハノーファーのというのは、ハノーファーという都市ではなく、ハノーファー選定公領、後には、ハノーファー王国に属していることから、就職後として選ばれた。1866年のプロイセンによる併合と、その後の組織再編はこの地名に影響を与えなかった。この町は引き続き、ハノバ・ー・イッシュ・ムンドンという名を用いた。 しかし、ゲーテやグリム兄弟は、ほとんど、民伝と表記し、時々これに、ハノバー一種と書き添えるだけであった。ムンドンと宛先に書かれた、郵便物は大抵は、民伝に送られ、時には、ミュンヘンに配送されることもあった。ハノバー一種ムンドンという名前は、その長さが、例えば、ハノーファー南鉄道の時刻表に表記する、際不都合であった。また、 耳で聞いて書き写した場合、ハノーバー・シュマンドンあるいはハノーバー・ムンドンといった誤った表記がなされ、ハノーファー氏の宿であると誤解されることもあった。ハノーバー・バイ・ムンドンやハノーバー・バイ・メンヘンといった表記も当時は見られた。短縮系の版、ムンドンは地元の事情に詳しくないものに盛り返しやすい表記であった。1991年、市は市議会での決定に基づき、 公式な表記を、ハン・ムンドンとした。従って1991年以降は、この町の住民は正しくは、ハン・マンドナーと呼ばれるべきであるが、住民たちは自らを、マンドナーと称している。旧市街協会広場沿いの木組建築群ハン・ミュンデンは、ニーダーザクセン州で最も南に位置する市であり、古田川とベラ川が合流してベーザー川になる場所に位置している。 合流地点である、タンズベルダーのベーザーシュタインがこれを記している。西の市境も、東の市境も、共に、ヘッセン州との宗教を兼ねている。行政上の自治体は、中核市区と合併された地区からなる。各地区は三つの川が形成する谷の底や斜面に、位置している。唯一の例外が一番北に位置する、ミーレンハウゼン地区である。歴史的旧市街からなる。 市中心部は、軍庁所在地であるゲッティンゲンの南西 23km、ヘッセン州のカッセルからは北東 27km の位置にある。地域開発計画制作上、この町は、ハノー・オファー・ブラウン・シュバイク・ゲッティンゲン・ボルフスブルク、大都市圏に属す。この町は、チリ城、ラインハルトの森、ブラムバルト、カウフンゲンの森の接点に位置している。このうち、最初の2つは、 ベーザーベルクラント、最後の一つは、オストヘッシェスベルクラントの北部にあたる。ブラムバルトとカウフンゲンの森は、ミュンデン自然公園の一部である。カウフンゲンの森から流れるエーゼルバッハ川が、フロースプラッツ付近でフルダ川に、イルクスバッハ川が、レッツテン、ヘラー付近でベラ側に注ぐ。ブラムバルトから流れるシェーデ川がヒルバルツハウゼンの対岸で、ニーメ川が、 ブルスフェルデ付近でベラ川に注ぐ。反民連の地理上のデータは以下の通り。ゲッティンゲン地域における市町村新設法により、その前段階として旧民伝軍、ルーダーシュタット軍、ゲッティンゲン軍が合併し、現在のゲッティンゲン軍が創設された。この法律は1973年1月1日に発行した。この行政、 地域再編に伴って同時に新しい市町村が創設され大きな統一市町村への合併が進行した。これ以後、反ン,ンデン市は中核市区と合わせて10の地区で構成されることとなった。隣接する市町村はフルダタール、ラインハルツハーゲン、シェーデン、シュタウフェンベルク、ビッツェンハウゼンである。比較的近い大きな町としてはトランスフェルト、ドゥーダーシュタット、 南西に位置する大都市カッセルがある。ハン,ンデンは年間平均気温や降水量において温帯の平均的な地域に属す。春、秋、冬には中核縮の谷間に霧がよく発生する。最も寒い月は1月で平均気温は低、摂氏1度から摂氏2度である。最も暖かいのは7月と8月で摂氏13度から摂氏23度である。 ハンミュンデンは地質学上及び地理学上、ニーダーザクセンベルクラントに属す。フルダ川とベラ川との同流点を含む旧市街はベーザー川がラバーネンコプフとクバステンベルクとの間を突破する前の盆地に一致している。その谷の幅は400メートルほどである。ニーダーザクセンベルクラントの長部と斜面は三上基に形成された。多くの場所で、 火山性の玄武岩が見られ、一定の場所では、渓岩が確認されている。中世代に成立したミュンデンの砂岩地域では、ベラ川と古田川との合流点で、エーダー川や古田川を経由して運ばれた古世代の物質が堆積した。この町の創設に関して、詳しいことはわかっていない。1183年の資料に残された最初の文献上の記録は、 この町がそれ以前から存在していたことを示している。この先駆けとなった入植地義文ジは現在のアルトミュンデンの場所にあった。この集落は802年頃に古ダとコルバイの帝国修道院に寄進されている。1049年にはここに新聖ローマ皇帝、ハインリヒ三世が投留した。アルトミュンデン唯一の建築物の遺構が聖ラウレンティウス教会跡である。 この教会は30年戦争で破壊された。フランス方言ウェルクの再色銅版画に描かれた1584年の反ミュンデン1247年にミュンデンは市場開催権を授けられた。これはこの町に大きな発展をもたらした。1823年までミュンデンの市場開催権は廃止されなかった。十六世紀にミュンデンは水運によって特に 中林源の産品を運ぶため、ブレーメンまでの間で最も重要な商業都市となった。取引され、ベーザー側を運ばれた産品は、当時は重要な青の染料であった、ウォード、ガラス、繊維製品や、中林源からの木材で作ったいカダや穀物であった。北海からは、ニシンや、その他の魚がベーザー側を遡って運ばれた。中世から一時期、半運では、 クベステンベルクの南斜面で、ブドウ栽培が行われた。このワインは、クベステンベルガーと名付けられた。1390年の資料には、クベステンベルクガーは素晴らしく良質のワインと記述されている。このワインの質は1545年の、ブラウンシュバイク・カレンベルク・ゲッティン・現行エールヒニセイと、ジドーニー・フォンザクセントの結婚に関して、26。 フーダーのフランケンワインの他にニフーダーの1540年産のクベステンベルクガーが記録されている。1525年のカレンベルクゲティン現行エーリヒ一世との結婚の際にエリーザベト・フォン・ブランデンブルクはミュンデンを老後保証文として得ていた。エリーザベトは早くから宗教改革の理念に触れ、宗教改革家アントン・コルビノスをミュンデンに招いた。 1540年から1545年まで、彼女は、エーリヒ一世の未亡人として、未成年の息子エーリヒ二世の摂生として、アウクスブルクの宗教和議以前から、プロテスタント思想を導入したのであった。1626年のティリー白軍による砲撃を描いた、同時代の版画30年戦争の際、この町は1626年6月9日、 地の精霊降臨祭に何日にもわたる砲撃の末、ティリーハクの軍勢に占領され、住民の大部分が殺害された。7年戦争では、1757年から1762年まで、フランス軍に占領された。1776年、ミュンデンで約2万人の兵士が船に乗った。この兵士は、ヘッセンカッセル砲白フリードリヒ2世が、 ハノーファー選定校でイギリスをジョージ3世に貸し出した兵士であった。彼らはアメリカ独立戦争でアメリカ軍と戦った。この兵士の帰還は1783年11月にミュンデン経由でなされたが、帰還したのは過労死で半数に届く程度であった。1870年頃のミュンデン林業アカデミー、この町にとって重要な一連の会社設立が19世紀になされた。 1856年にはすでにこの町は鉄道網で結ばれていた。1868年にプロイセン王ビルヘルム一世はプロイセン王立ミュンデン林業アカデミーを設立した。この学校は伝統的な林業大学に発展し、反ミュンデンをドイツ全土並びに国際的に知らしめた。1870年には森林植物園が開園した。 このアカデミーは1922年にファーソリッシュ、ホークシュラと改名され、1939年にゲオルク・アウグスト大学ゲッティンゲンに林学部として編入された。この学部は1970年71年にゲッティンゲンに移転した。1855年から1972年まで、ミュンデンは当時のミュンデン軍の軍長所在地であった。 ミュンデン軍は1973年1月1日にゲッティンゲン軍に編入された。カウフンゲンの森、特にクライナー・シュタインベルクでは何、世紀もの間、ゲンブガンやカッタンが採掘されていた。これはコーレム通りや1894年から1931年まではシュタインベルク作動を使って反ミュンデンに運ばれた。1909年2月初め、 1909年、ベラ川洪水が旧市街のかなりの部分を水浸しにした。1911年6月16日、パーセバル飛行船 PL5 が反輪電でガスを抜く作業中に火災で破壊された。1933年3月30日にアドルフ・ヒトラーはこの町の名誉市民権を送られた。75年後の2008年3月27日、 市議会の満場一致によって、この名誉市民号は剥奪された。反ドイツ精神に対する行動の一環として、1933年5月10日に、林学部の数人の国家社会主義の学生たちが、ドイツの他の町でも行われたように、マルクト広場での紛章を演出した。1934年10月1日、ミュンデンは、再び軍事都市となった。 1935年に建設された帝国アウトバーンのベラタール橋は、その後数年間、ヨーロッパ最大の橋であった。1938年の水晶の夜にも、深い傷跡を残した。1938年11月9日、ミュンデンのシナゴーグで重大な既存行為が行われた。トーラ、シットゥール、タンディートが、公開化、タンズベルダーで焼却された。 1942年、それまでこの町に泊まっていたユダヤ人住民が強制収容所に送置された。126人が強制収容所で殺害されたことが証明されている。第二次世界大戦中、反民ン,ン,ンはわずかな例外を除き直接的な戦争の影響や戦闘行為を免れた。1943年5月17日、津波がこの町を襲った。 これは、チャスタイズ作戦でのエーダー側のダム爆破によって引き起こされたものであった。これは少なからぬ被害をこの街にもたらしたが、他の街のような死者は出さなかった。1945年4月6日と7日に、この街に2回の爆撃が行われた。この爆撃は32名の死者、50名の重傷者を出した。アンロアメリカの爆撃部隊の空爆目標は、 ギムテ近郊のグナイゼナウ兵舎であった。1935年に完成した公兵兵舎には戦争末期頃陸軍総司令部の一部が駐屯していた。ドランスフェルダーランプ線の列車もフォルクマールスホイザートンネル付近で爆撃を受けた。ドイツの公兵隊は1945年4月5日と6日進行してくるアメリカ軍が古いベラ川の橋に到着する直前に 帝国アウトバーンのベラタール橋をはじめとする市内のすべての橋を爆破した。1945年4月6日から7日に第 777US 戦車大隊と第 661US 戦車狙撃大隊に戦闘支援されたアメリカ軍第69不評師団と第273不評連隊がこの町を占領した。ミュンデン近郊の戦いで 94人のドイツ兵、国民突撃隊員、国家勤労奉仕隊員、一般市民が落命した。これに対し、アメリカ軍の損失は一人もなかった。ヤルタ海岸に従ってこの町は、イギリスの占領地域に属した。1945年5月20日に、イギリス兵が入場した。ドランスフェルダーランプ戦のフォルクマールスホイザートンネル1856年5月8日。 この町は初めてハノーファー南鉄道によって鉄道網と結ばれた。この路線はハノーファー、ゲッティンゲン、ドランスフェルトからハンミュンデンまで通じていた。アイヒエンベルクを経由する現在のルートが開通したのはその20年後であった。1856年9月23日にハノーファー南鉄道はカッセルまで延長された。ヘッセン選定を経由する 直線ルートを回避するために、ゲッティンゲンからの路線は、ドランスフェルトを経由していた。このため、この路線は18パーミルまでの上り勾配を感受しなければならなかった。1980年に廃止され、1995年まで貨物路線として利用されたゲッティンゲンドランスフェルト、ミュンデン区間は、その勾配のために、ドランスフェルダーランプという別名で呼ばれた。現在も、 カッセルまでの利点表がその沿線にある、この幹線路線は、ハノーファーゲッティン玄関及びミュンデンカッセル間が、はじめ単線であったのに対して、はじめから伏線で建設された。この路線は、ハンミュンデンに近いフォルクマールスハウゼン近郊にトンネルを有していた。これは、ハンミュンデンまで路線を建設するために、必須の基盤であった。フォルクマールスホイザートンネルの建設動機は、 コストを節約してカッセルまで同じコードで結びたいという願望であった。1876年にハレカッセル鉄道が営業を始めた。乗り換え駅アイヒエンベルクを経由してゲッティンゲンへの第二の接続ルートが設けられた。反ミュンデンの旧クアヘッセン兵舎ミュンデンは軍都として18世紀前半に遡る長い伝統を有している。特に公平の中屯地であった。 1901年以降、半ミュンデンは何度かの中断を挟みながら公平駐屯地が置かれていた。この年の10月1日に、それまでマインツカステルにあった第11、ヘッセン公平大隊がノイミュンデンに新たに建設された兵舎に移転し、後に第11クアヘッセン公平大隊と改名され、1918年までこの兵舎に駐屯した。 1914年から1918年の戦争で第11公平補充大隊が加わり、この大隊は戦時体制の合計2万千規模に拡大した。戦後、1920年までは来飛防衛隊第11公平大隊がこれを引き継いだ。1921年から1934年までの過渡期にはかつての公平大兵舎は、 ヘッセンラッサー警察学校の所在地となった。1934年から1945年まで、現在のクアヘッセンカゼルネと改名された地区には、はじめ、第9公平大隊が駐屯した。後に、ここから第29公平大隊と第49公平大隊が創設された。これらの部隊は、1935年10月から、義務的郊の義務ターフェルトにある、 グナイゼナウ兵舎も利用した。この兵舎の建設は1934年に始まっていた。ベーザー川沿いのギムター上には水場の連兵場がある。戦争中、ミュンデン兵舎で前線投入のための工兵補充大隊が編成された。ミュンデンにおける工兵の伝統は1945年4月7日にアメリカ軍がこの町に入場したことで初めて集結した。 ドイツ連邦軍の創設に伴って、工兵が再びクアヘッセン兵舎に配置された。1956年から1958年まで、まず第五総合工,工兵大隊が配置された。この大隊は、その後、第二工兵大隊と解消された。ピットル2のほか、様々な名称の独立した中隊が、この駐屯地に置かれた。例えば、 1959年から1981年まで第50総甲公兵中隊が配属された。ドイツ連邦軍は1993年3月31日にピットル2が最終的に解体されるまでこの大隊をこの兵舎の中心部隊に置き続けた。これ以後空き地となった兵舎跡地は現在フルダブリック住宅産業用地と称し利用されている。 LPSN 時代の案内版警察ほど、ハンミュンデンと緊密な関係の機関は他にほとんどない。まず1921年から1934年まで、ハンミュンデンは、プロイセンヘッセンナッサウ州の警察学校の本部、所在地であった。この警察官養成機関は、かつてのノイミュンデンの公平兵舎で運営されていた。第二次世界大戦後、イギリス軍政府の指示により、 ハノーファー地方警察学校は、現在のギムテ地区近郊にあるギムターフェルトノグナイゼナウ兵舎に移転させられた。この兵舎に駐屯していたイギリス軍大隊は場所を譲ってゴスラーに移転した。1945年5月28日に、警察学校の生徒と施設が、反ミュンレンに到着した。1946年6月11日に、 反デン,ン,ンの警察学校での最初の家庭が始まった。この学校は1947年1月1日からパリジーシュルでランディス・ニーダー・サークソンに、さらにその後、ランディス・ポリジーシュル・ニーダー・サークソンと改名された。イギリスの管理、監督下で、この学校はニーダー・ザク編集警察の近代的な教育訓練機関へと発展していった。 この州警察学校は1970年代に警察官の養成、継続教育に関して能力限界まで機能していた。1日に1200人から1400人が訓練することも珍しくなかった。次世代の警察官の質の向上を目的に LPSN は1997年4月30日に廃止され、同年5月1日に反民ンに本部を置く。 ニーダーザクセン警察教育訓練所が設立された。BIPNI は、ニーダーザクセン警察のすべての継続教育を計画、調整、実施していた。行政訓練は、行政と司法に関するニーダーザクセン専門大学の講義の形で独自に行われていた。この大学は、ヒルデスハイムにあり、ハンミュンデンとオルデンブルクに分校があった。 2007年10月1日、警察の要請、継続教育改革に伴い組織改変がなされた。行政と司法のための専門大学の警察学部と警察教育訓練所は、ニーインブルク、ベーザーに本部を置く、ニーダーザクセン警察アカデミーとして統合された。能力いっぱいに活用されていた反民連の学校は、アカデミーの二つの文校の一つとなった。 ベーザールネサンス様式のハンミュンデン市長者ハンミュンデンの市議会は37議席からなる。ハンミュンデンの市長は2014年からハラルト・ベーゲナーである。ハンミュンデン市は以下の外国の都市と姉妹都市関係にある。旧ミュンデン軍はロンドンのハックニー・ロンドン特別区と姉妹自治体関係にあったが、1973年の軍再編に伴い、 ゲッティンゲン軍がこれを引き継いだ。このほか、ミュンゲンは以下の国内都市と友好都市協定を結んでいる。師章はブラウンシュバイクリューネブルクコを夫による特権授与に由来する。この紋章は赤字に銀の城が描かれている。青い戦闘屋根の側等の間に幅広の青い屋根とその上に金の冠をいただいた中央の塔が描かれている。 門のアーチの中に赤い小立てがあり、青い爪や舌で威嚇する金の獅子が描かれている。中央の塔の門の上には、古式様式の黒字の M が描かれている。獅の色は、黄色と赤である。人口比で最も重要な教会は、プロテスタントイコールルター派のミュンデン教会クライスで、多くの教会組織がその会に属している。ミュンデン教会クライスは1542年にまで、 遡る組織でヒルデスハイム・ウェッティンゲン教区に属す。イーク内に組織された教会として、プロテスタント・イコール改革派教会も1708年から重要な小教会組織を保持している。1889年に組織されたカトリック・セーリー・ザベト教区はヒルデスハイム市教区の少数派組織である。こうした大きな教会組織の他に、セブンス・デー・アドベンチスト教会、 新首都派教会、バプテスト教会、エホバの承認や、その他の一連の小さいながら、活動的な教会組織がある。ムスリム組織は、2008年頃に、長年活動していなかったメソジスト派の教会堂を、獲得し、モスクに改造した。1834年、ミュンデンのユダヤ教組織はシナゴーグを性別し、1843年から、その信者らは、 民伝の完全な市民権を得ていた。当時のユダヤ教組織の構成員は国家社会主義の時代に追放され、迫害され、殺害された。これ以降、実際に活動しているユダヤ教組織はないのだが、市域内には、新、旧二つの旧ユダヤ人墓地が残されている。現在は歴史的な視聴者前の警告と追憶の記念碑が、かつてのユダヤ教組織を物語っている。 ハンミュンデン旧市街マルクト通り沿いの木組建築群、ティリー取り出から見下ろす旧市街。画面左奥、L 字型の大きな建物がベルフ家の上官、旧市街の中心にある塔がセーブラジウス教会の塔。その周りには木組建築が建て込んでいる。三つの川の町とも称されるハンミュンデンはその町並みによって連邦コンクール。 都市計画における街の姿と文化財保護の金メダルをはじめとする一連の賞を受賞している。歴史的旧市街やその周辺に残る建築アンサンブルの中で重要な建物や見どころを以下に列記する。歴史的旧市街、旧市街は修復された木組建築や中世からの教会が立ち並ぶ。 ベーザールネサンス様式と呼ばれる特徴的な建物が都市の景観を豊かなものにしている。この様式の主な建物にはベルフ家の上官や歴史的な視聴者がある。聖ブラジウス教会、ブラジウス教会は旧市街の中心に位置する三老式、ゴシック様式のホール教会である。建設が始まったのは13世紀末で、 ロマネスク様式のバシリカの基礎壁を利用してその上に建てられた。後期は大幅に伸び、1584年にベル型のボンネット屋根をいただく塔が完成した。1999年に行われた発掘で、この境界は2500平方メートルの広い墓地に囲まれていたことが判明した。この墓地は厚さが最大1.4メートルに及ぶ堅牢な壁で囲まれていた。 この壁は1200年頃に作られ、1780年頃に取り壊された。旧税関倉庫、ベーザー川、ベラ川、古田川の水運の積み替え港の先端に二棟の税関倉庫があった。バンフリート港の税関倉庫は古典主義様式の建物で1839年から1840年に建てられた。この建物は、 その大きさと比較的簡素なファサードで際立っており、現在は展示スペースが設けられている。ブレーマー港の関税倉庫はホテルとなっている。紙壁、防衛塔を含め中世の紙壁の断片がいくつか残されている。この壁は市の創設期である12世紀にはすでに作られていた。15世紀に大砲に対する防御のために近代化工事がなされた。19世紀に この防衛施設は大部分が取り壊された。1997年に行われた長さ90メートルほどの発掘調査で壁の厚さは1.8メートル、高さは6メートルほどであったことが判明した。旧ベラ橋、ベラ川に架か,かるこの石橋は市内中核部とホアシュタットブルーメトを結んでいた。この橋は1329年以前に建設された。 ニーダーザク選州で最も古い石橋の一つである。市庁舎、中核宿の中心に市庁舎がある。その中心であるゴシック様式のホール建築は14世紀に建造された。1603年から1618年に、この建物はレム号の建築家、ゲオルク・クロスマンによって改築され、現存する装飾的なファザードが設けられた。 中世から今日に至るまでこの建物は市議会と市行政の所在地である。視聴者ホールの仮装は市の歴史をテーマとした壁で飾られている。視聴者ホールの上層は現在は展示会場として利用されている。北のファサードにはからくり時計があり、毎日12時、15時、17時頃に放浪の医師ドクターアイゼンバルトの生涯のシーンを人形が演じる。 ベルフ家の上官、ミュンデンで、最初の上官は、ブラウンシュバイク・カレンベルク・ゲッティン・現行エーリヒ一世によって、1501年に、ゴシック建築の上官として完成した。この上官は、行政機能スペースを有する館であった。1560年の火災でほぼ完全に消失した、あと、エーリヒ二世によって、初期ベーザールネサンス様式の上官として再建された。その後、 このベーザー家の上官は、その重要性を失い、領主が時折滞在するだけの場所として利用されていた。1849年に、再び火災にアイミナミ島が失われたが、再建されなかった。現在の上官の壁全体に壁絵が描かれた二つのルネサンス様式の部屋は、ベルフ家の時代から保存されているものである。この上官には、現在、私立文書館、 私立図書館、反ミュンデン区裁判所、私立博物館が入っている。ベーザーシュタイン、ベラ川と古田川とが合流するタンツベルダーの先端に、ベーザーシュタインと呼ばれる詩が刻まれた迷子石がある。ティリートリデ、ティリートリデは1626年に行われたティリー博によるミュンデン工場戦を記念して、1881年から1885年に建設された。 この鳥では、反ミュンデン市街を見下ろすラインハルトの森の展望塔である。最近の研究によれば、ティリー博は大砲を、この場所ではなく、古田川の河岸に配置したことが分かっている。それでも、旧市街の眺望を楽しむために、この展望塔を訪れる価値はある。ベーザーリートの石踏み、ベーザー川が始まる地点の右岸川、反ンミュンデンの高台の斜面にベーザーリートの石踏みが、 ある。これは、ベーザー・リートの作詞者と作曲家とを記念したものである。ベーザー・リートの石踏みからは、旧市街のティリー・トリデとは別の眺めが楽しめる。セーラウレンティウス教会跡、11世紀から13世紀のセーラウレンティウス教会跡は、アルトミュンデン地区にある。この教会は、ミュンデンの前身となった、集落義文寺の教会であった。頑丈な壁から、創設期には、 防衛協会であったと考えられる。協会は30年戦争で破壊され、その後は1996年に発掘された。野外ビューネ。野外ビューネは森の中、単年寒布のカッテンビュールにあり、約800人の観客を収容できる。この施設は国家勤労法主体によって建設され、1933年の精霊降臨祭に完成した。 地元のサークルシュピールビューネーが時々使うだけであった。この舞台は2005年に改修され、夏に演劇公演を行うことが計画されている。森林植物園、小さいながら種類が豊富なこの植物園には700種以上の木本があり、毎日開園している。この植物園は1870年にプロイセン王立林業。 アカデミー・ハノーフェル・シュミュンデンの一部として設けられた。ロートンでロートンでは歴史的な都市防衛施設の門である。建造は1502年にエーリヒ一世が開始し、エーリヒ二世時代の1579年に完成した。現在この建物の中には両世界大戦での戦没者記念碑があり、南側には国家社会主義支配下での犠牲者の記念碑がある。 バッサー・シュプーレン、芸術プロジェクト、ワザースパーレン、バッサー・セクバー・マッケンは、2000年のハノーバー、万国博覧会の一環として設けられた。ツイゲル通りの小川や、噴水、浸水広場などに、その表現が見られる。ベラ川の小さな川中島であるドクター・ベルデのエキスポテーマの象形によって、これらの展示は完成する。インレンシュタットの手を加えられた箇所については、 1999年に考古学的発掘調査がなされた。この発掘で、この町の洪水や渇水の調整を行っていた救排水の水路が発掘された。この町周辺の観光については、市庁舎内の観光事務所で情報を得ることができる。観光客には、直接市内の観光ボート市内巡り、アクティブ体験の他にも、周辺地域へ、 数多くのツアーが用意されている。さらにハンミ半ンデンはハイキングや保養地として有名であり、旧市街への旅行客は日曜日でも楽しむことができる。こうしたツアーは12月15日から10月31日まで利用可能である。多くの商店は日曜日には14時から17時まで開店している。人気のイベントとして以下のものがある。宿、 半民ン,ン,ンには20軒のホテルやペンションがあり、この中には2軒の4つ母子ホテル、3軒の3つ母子ホテルもある。さらに数多くのコテージや民宿もある。宿の多くは、旅行に整備された川沿いの谷を走る自転車道を利用してのサイクリング旅行に適している。これらの他に、ユースホステル、自然の家、キャンプ場、キャンピングカー駐車場などが利用できる。 博物館、美術館、詩師の壁がある視聴者ホールのほかベルフ家の城館内の私立博物館やハーゲントに、ある労働士協会の労働博物館が、開館している。観光ルート、ハンミュンデンは、数多くの公式観光ルートに面している。ハンミュンデン駅この町は、アウトバーン A7 号線の、ハンミュンデンルターベルク及びハンミュンデンヘーデミュンデンの二つの、 インターチェンジに接続しており、上位交通網への便が良い場所にある。ラウバッハ地区近郊のベラタール橋は、市域内である。この他に、ハンミュンデンは、連邦道 B3 号線と B85 線との交差点に当たっている。連邦道 B496 号線が、ハンミュンデンから A7 号線のインターチェンジに、通じている。ハレカッセル鉄道のハンミュンデンの駅からは、ゲッティンゲン。 カッセル、ハレ、エアフルト行きのローカル列車が出ている。これらそれぞれの駅でドイツ鉄道に接続する。高速鉄道路線ハノーファー・ビュルツブルグ線は市域内の地下を走っている。ミュンデナートンネルとラウエベルクトンネルはこの地方で最も長い二つのトンネルである。この町とその周辺地域には多くのバス路線が通っている。運営しているのは ブラウンシュバイク地方バスやクアヘッセン地方交通で、それに一部他の会社もある。ハンミュンデンから約2 0トル離れたカルデンにはカッセルカルデン地方空港がある。下記には毎日カッセルイコールアルトマルクトとの間を行き来する古田川の船便がある。ハンミュンデンは1906年から1978年までの間ベーザー積み替え港が 内陸船舶輸送の積み替え所として機能していた。このため、ゲッティンゲン、反輪電線から長さ1 5トルの支線がこの港まで伸びていた。積み荷が途絶えて30年後の2008年6月にベーザー積み替え工が再開された。これ以後、主に重機械部品を中心にトラックから内陸船舶へ、あるいはその逆の積載が行われている。 カッセルとゲッティンゲンとを結ぶ連邦アウトバーン A7 号線に直接面し A38 号線、A44 号線、A49 号線にも近い交通の便が良い場所にあることから近年産業用地に対する需要が急速に増している。大きな用地を必要とする企業、工場、流通拠点は以下の3つの産業地域に位置している。 直接アウトバーン A7 号線に面しているヘーデミュンデンには EU の真ん中であることで利用促進が期待される。第2期建設区域によりこの産業地域は総面積が27ヘクタール拡大される。ニーダーザクセン警察アカデミー、ハンミュンデン軍港ゲオルクフリードリヒグローテフェント。ありがとうございます。